刊花田編集長の花田和之です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という。今夜は畔蒜瑠唯さん、産経新聞の畔蒜瑠唯さんにおいでいただきました。もういつも政治というと永田町に何かあれば畔蒜さんに伺ってるわけですけど、ついに処分が出ましたっていうか、はい、そうですね。これ何なんですかね、これはね。いや本当にこんな話よくここまで引っ張って、しかもこれでもどうせ終わりませんからね、うん、野党は中身がわからないのに処分を先行するって意味不明だって言ってますし、まあ何よりも他者を罰しておきながら、うん、総裁であり派閥会長だった岸田さん本人は不問に付すという形がですね、あまりにもこうかっこつかないというか、うん、自分に甘いイメージを醸し出してますよね。うんうん、これだけどその安倍派の人たちもその造反できないですか、これは。それはまあ今は造反できないですね。というのは今はその安倍派が悪者になってますから、いかにそうじゃないって言ったって聞いてもらえない状況ですからね。ただ安倍派自体も、まあ幹堅の方々と中堅若手はまた考え方が違って、若手の方の中にはもう上の方が早く自ら身を引かないからこんなふうになってるんだっていう不満もありますし。幹部は幹部で、いや俺そんなに悪いことしたつもりは全くないっていう、全然ないでしょだって、まあ思いもありますしね。この全体的にその塩谷さんと、世耕さんが、何ですか、離党勧告、はい、これは一番重いですよね。まあその除籍というパターンもありますが、しかしこれね、その考えてもみたらですね、はい、確かに捜査対象にはなったんですが、嫌疑なしっていうことで不起訴になったわけですよね。はいはい、嫌疑不十分でもなくて嫌疑なしなんですよ。それを離党勧告までするかっていうのが、まあ本来は不自然なんですが、まあ岸田さんなり党執行部が国民感情、はい、今はね、今自民党に厳しい国民感情を納得させるには厳しいぐらいしないとダメだという思いがあるんでしょうが、当人たちにとってみれば理不尽に感じるでしょうね。国民感情っていうけれど、国民感情をメディア、朝日新聞を中心とするメディアが散々煽って、はい、書き立てただけであって、その事実がね、おっしゃるように、ないのにちょっとこれは、おかしいって声がその党内からなぜ出ないんですかね。いや、総裁と岸田さん自身が、まあ国民感情、ワイドショー世論にすごく流される方ですよね。もうどうも見てると岸田さんはですね、はい、普段は日頃は鈍感力を発揮して、何もこう感じないようなまあこう流していくタイプなんですけども。はい、身の危険を感じると本当怯えたかのように激烈な反応するんですよね。今回の政治とカネの問題も、はい、岸田派の会計責任者が立件されそうになった時に、突然会長を辞めると言って、派閥解消すると言ってます。でそれまでは様子を見てたわけですよね。自分の身に何か及びそうになった瞬間にこう激烈に動くという、そういうパターンを感じますね。みんなね、自分たち実社会知ってるくせに、政治家にだけは清廉潔白とかですね、透明性を求めるんですよ。私それは不思議で仕方なくてですね、もちろん綺麗だったら綺麗でいいし、はい、いいんですけども、そうじゃなくて政治家は綺麗さで評価するんじゃなくて、はい、何をやったか何をやれるかで評価すべきだと思いますよね。そうじゃないと我々は損すると思いますけどね。あ、もうそうですね。大体昔から水清ければ魚住まずっていうぐらいで、あんまりきれいにしちゃったら魚が生きられなくなっちゃうわけですよ、これ。そうですよね。まあそこら辺も本当に矛盾してるなと前から思ってますけどね。そういうことをしかしそのなんでそのなんだろう言う人がいないんですかね、これ。そのメディアの中にも。やっぱりそのメディアも傾向としてきれい事が好きなのと建前が好きですよね。あとその建前を掲げて誰かを批判したり叩くことに、まあ、一種の快感のようなものを感じる人も多いんじゃないかなとは思いますよね。安倍派のその幹部たちのその対応に比べてですね、二階さんはさすがだとパッと身を引いてですね、はい、っていう声もあります。これはどうなんですか。その二階さん流の勘という部分も当然あるでしょうが、うん、まあ一方でやはりこれはチャンスでしたから二階さんにとっては、まあ、何年も前から息子さんが選挙に勝てるんなら辞めたいという話はありました。まあお年はお年ですからね。しかしまあ息子さん必ずしも選挙に強くないし、うん、下手に自分が身を引くと、うん、世耕さんがその後を襲ってくると、出てくる可能性があると。世耕さん自身もずっと衆院にくら替えして首相を目指す考えでしたから。うんうん、そうですね。ところがまあ世耕さんがこういうふうに処分対象になって身動き取れない、うん、とても衆議院くら替えしてうんぬんという話にはなりにくい、そのタイミングを見て今だと思ったんでしょうね。さっき出ました補選ですけどね、はい、まあ長崎はまあ建てないと、うん、東京もまあ建てられないと、で、まあ、島根はまあ本来は楽勝のはず、弔い合戦で楽勝のはずだったんだけど、ここも危ういと亀井さんが出て、ね自民党の世襲を批判している野党側が世襲議員を立ててくるわけですけどね。そうすると、まあ3連敗っておっしゃったけど、じゃあ島根も負けると、まあ、今のところですけどね、まあそうじゃないかと思っています。でちょっと漏れ聞いていかがなものかと思ったんですけれど、自民党都連はその乙武さんを推すと、はい、こういうなんか動きがあるって言って、都連の会長はその萩生田さんですよね。でこれ萩生田さんはその LGBT でその反対しなかったことでえらいその、いわゆる右の人たちの人気を落としました。そこからまた日本保守党もまあ出てきたわけですけど、乙武さんは憲法改正反対とか。自民党の政策とは全く相反するような政策ですよね。それを本当に応援すること、そしたらこれ萩生田さんのあれはますます落ちちゃうなと思うんですけど、はい、そんなことがあり得るんですか。まあもう自民党は推薦を決めていますからですね。あ、もう推薦決めてんの。はい。でもこれはですね、おそらく、まあ、まだ本人と話してませんけども。はい。おそらく八王子市長選なんかで都民ファースト小池さんの支援を受けたので、まあバーターみたいで仕方なくという部分はあるんでしょうけどね、まあそれでもかっこいいことじゃないですよね。もうかっこいいことじゃないっていうか、そのいわゆる自民のそのコアな保守党をますます離れますよこれ。だって本当乙武さんの政策見てみたらひどいですよこれ。いやもうですから、まあ、萩生田さんはともかくとして自民の現在の執行部は、保守派は敵だと思ってるんじゃないですか、だから関係ないという気持ちがあるかもしれませんね。まあただやっぱりその東京15区の問題は、はい、非常に面白くて、まあ一応自民は推薦決めたけど、でも自民党のもともとの支持者が乙武さんに入れたがるわけはないので、そのあんまりみんな投票しないと思いますし、公明党はやはり女性問題がある乙武さんは嫌だって言って協力しないような、もう自由投票みたいになるんじゃないかと見てますし、そうするとね、一応ファーストの会の候補だっていうだけで乙武さんが当選できるような甘い選挙じゃないですよね、今回はですね。皆様ご存知ですか。もう今週の出来事という特別番組が始まっています。なぜこの番組をするようになったのか、私自身の経験に照らせば、私昔は全然ニュースのことわからなかった。でも本当にいろいろ読んで、ニュースの何て言うんでしょうか、内実が分かるに従って世の中のことが本当に見えてくるようになりました。そのための今週の出来事です。皆さんも共有してください。毎週土曜日ホームページで言論テレビの会員の皆様に配信しています。ご覧くださいね。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度、もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかというもう最も深刻な問題を突きつけられている。その時に問われるのは、私たちがこの国をどのような国にするのか、はい、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか。一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、櫻井キャスターの「君の一歩が明日を変える」と、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに櫻井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円、または1年で1万1000円です。櫻井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、櫻井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。櫻井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、しかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書公開したらいいじゃないの、全部。番組のテーマは「今聞きたいことを聞きたい人に聞く」。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は櫻井よし子の「君の一歩が明日を変える」、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。